ピアッサー開けます。こっちの耳にここら辺に開けたいと思います。こっちも2つ開いてるんですけど、こっちにちょっと増やしたいと思います。まず保冷剤で冷やします。冷やして耳たぶの感覚をちょっと麻痺させます。冷やしたらペンかなんかでちょっと印をつけます。ここでいいのかな、ここらへん、違う、どこらへんがいいんだ、怖いな、この辺にしますか。ここよりちょっと上聞こえない、見えないけど、この辺、にします。ああ怖い、ちょっと待って、何これ、あ、できてる、できてないのかと思ってた、なんか変なのついてきた、お、これは一体、あ、取れた取れた、はい、できました。これは軟骨用のピアッサーなんで、できた、ちゃんと刺さってない感じが、まあこうなってるから、まあいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうね、開いた、あとはこれ1週間かな、1ヶ月ぐらいつけて夜寝たり、外さないで1ヶ月つけておきます。できた。なんだっけかな、本当はなんかついてたピアッサーの、ピアッサーこれなんですけど、白いやつに
付け替えました。これなんですけど、うん、こっちの方が安定するのでこっちに付け替えました。どうでしょうか。おっと、こっちも可愛いんですけどね。うまくパチッ、なんか刺さらなかったので、うん、できました。どうですかね、似合いますか。ちょっとだけなんか出血しちゃいましたけど、うまく刺さりました。あとこのまま放置。終わります。